ました。どうしようか。おはようございます。コンタクトから入れます。おはようみんな、最近いかがお過ごしですか？私はこの5月病といいますか、まだね、なんか気分が上がらない毎日を過ごしてます。それを久しぶりにインスタの方でフィード投稿したら、同じですってコメントをくださった方がいて嬉しかったです。なんか、みんなというか流れに任せて無理せずゆっくりゆっくり行きましょうって。そういうね、コメントを返してくれてて、すごい嬉しかったです。ゆっくりゆっくりとか、大丈夫大丈夫とか、そういう時もあるみたいなね、感じで、そう、私もそう思ってんねんけど、そういうのをこう言ってくださると、自分で思ってるのと、こう言ってくだ、それをさ、言ってくださると、心が緩む感じがしてありがたいなって思ってます。やばない顔、まださ誰治らへんねん、つらいよ。今日はね、だからちょっとそんなね、ダルビッシュな日々を、こんな日もあるんやよっていう、まあ、最近さこんなんばっかりやねんけど、ダルビッシュな日々ばっかりやねんけど、こんな日もあるっていうのをちょっと Vlog で撮ってみようかなと思ってカメラを回しました。今日はちゃんが出張の日やったんで、朝6時15分ぐらいに行くよって起こされて、それまで爆睡してて、で、と思って、ちゃんを駅まで送らなあかんくって、パッて起きて、で行って帰ってきて、ベッドに行かず、まずなんか顔を洗い、歯を磨きみたいな、でとりあえずコメントくださってた方のコメントを返し、で今着替えて化粧するみたいなところまで来てます。朝ね、太陽出てたんやけどめっちゃ曇ってて、もう洗濯はやめとこうと思います。昨日したし、これいつものね、バイワーの化粧下地と日焼け止め。日焼け止めさ、次さダルバンを買ってみようかなとか思ったりしてんねんけど、どうなんだろう。最近よく見るねんな。ずっとマシティーヌやったから、も最近使ってなくって、なんかこのモイスティーヌがどんな、なんやろ、化粧下地とも合う感じやったから使いやすかったんですよね。化粧下地を変えてもなんかダマダマになったりしないっていうか、それが好きでずっと使ってたんですけど、
ね。肌はこれだけにします。あのメイクもまあいつもそんな気合いは入れてないねんけど、手抜きでいくね。まあ、みんなはさ、この毎朝仕事してる人とかはさ、毎朝さ同じ時間に起きてね、時間にこう追われながら電車に乗ってとかさしてるわけやん。間に合わんとかなりながらさ、ほんますごいなって思います。偉いなって。子育ての方もさ、日々さいろんなさイレギュラーに対応しながら、自分のこともあるのにその子供のお世話とかねもうしながら、すごいなと思って。今私はさ、そのありがたいことにさ、お家で仕事をさせてもらえてるし、決まった時間っていうのはないからね。就業時間っていうのは自分のさじ加減やから、ほんまありがたいなと思います。その分自分が頑張らんかったらね、お給料はない。お給料っていうか、その頑張らんかったら頑張らんかっただけの分しかないから頑張り続けなあかんっていうのはあるんやけどね。でもその時間にせかされてない、追われてないっていうのはほんまに多分その全然マシ、気持ち的に全然マシやろうなって思う。ねえ、毎日ほんま時間に追われてる生活。大変ですもんね。まあお疲れ様ですって感じ。ほんまにお疲れ様ですって思う。眉毛描いて。眉毛はね、フーミーのやつ、フーミーのアイブロウパウダー B、オレンジブラウン。もうないね。もうないねんけど。んで、ケイトの 3D アイブロウカラーへのレトロオレンジにします。このね、なんか5月に入って前半っていうか、まあでも初っ端は良かったんやけどね。初っ端良かったか、いや5月に入ってすぐね、その病院に行ってなんか術前検査とか手術とか言われて、でそのままゴールデンウィークに突入してっていう感じやったのね。だからなんかもう気分的にもうめっちゃしんどくって、季節的なこともあると思うね。5月ってなんかね、こう3月にいろいろ環境が変わり、4月から新しい生活になり、ずっとこう張り詰めてきた気持ちとか頑張ってきてたね、意識してなくってもきっと多分みんな頑張ってたと思うのね。4月っていろんな新規生活とかいろいろ変わったりでね。で5月お休みみたいな、連休みたいなのがあって、やっぱりだからあれって5月病って言われてるんやな。なんか気持ちが落ちたりするって言うやんね。そう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 。
私はゴールデンウィークとかは特に関係なかったと思うねんけど、でもなんかね、なんか疲れて、まあ多分そのいろいろ気持ち的にこういろいろブレたとかも大きかったのかなとか、3月にまあ引っ越しして4月5月でだんだんこう生活にも慣れてきたりとかで疲れが出始めたんかなとか、まあ最近さ、その寒暖差とかもあったりとかもするし、そういうのもあるんかなとか、まあいろいろよね、いろいろほんまいろいろ重なって、ちゃんもなんか最近しんどい時期って言ってるし、全然なんかもうなんかね、気持ち的にすごい落ちてんのよね。なんかこうあかんことを考えるの、あーなんかもういやなみたいな、ふとこうよぎる時間が結構数回あるみたいな感じ、それはあかんっていうのは分かってんねんけど、ふとよぎるみたいな、だからまあ落ちてんのよね。そうだからこういろいろね、あのそのアロマタッチしたりとか、オイルでディフューズしたりとか、このオレンジのオイルとかはね、こう元気をくれるっていう匂いになった、だったりするのね。だから最近って感じ、あの一番最初にオレンジを匂った時に私はめちゃめちゃ感動して、エトテラを始めたいと思ったのね。すごい、何これ、もう本物の匂いみたいな、すごい衝撃を受けて私は始めたっていうのがあるねんけど、でそっから使ってても他のやつの方が全然いい匂いっていうか、オレンジがあんまり好きじゃない時期が結構ずっと続いてて、なんか単体じゃあんまりあれかもみたいな、ディフューズしたらちょっと違うかもとかで、なんかいろいろこうきつい匂いっていうか、そうグッてくる匂いのところの中和役で入れてたりはしててんけど、単体ではあんまり、好きじゃないねんなとか思ってたんやけど、あそういえばオレンジって元気をくれるとか気分をすっきり、させてくれるやつやなと思って、ふとオレンジをこの前こうやってやったら、今もやねんけどめっちゃいい匂いやねん、めっちゃ好きと思って、って感じで、匂いも変わる、なんか欲してる、あいい匂いやなって思うってことは、こう今自分がすごい欲してる匂いなんやなと思って、そう今元気が欲しいんやなって感じで思いながら匂ってる。だからね、なんか病院に行く時とかも持って行って車の中でみたいな、で帰りしにもみたいな感じ、匂いにはすごく助けられてます。はい、次フーミーの、マルチスティックの、これはイルミテッドゴールド、もうないかも、こういうオレンジのやつやねんけど、これ限定やったんかな、ちょっと忘れちゃったけど、オレンジの中にちょっとラメみたいなの入ってて、これで下もこれでいっとくわ。これでね、ラメ入ってるから楽なんだよね。で、マスカラはどうする？
ていうかさ、今さめちゃめちゃ朝やのにさ、あの曇っててさ家電気つけなあかんって、そういうのが私めっちゃ嫌で、電気ってもう6時ぐらい7時ぐらいからしかつけたくないねんけど、曇ってるからつけなあかん、なんかそれだけで気分落ちひん。天気にもよるよね。でさ、まだ全然寒くない、私まだ全然毛布も使ってるし、なんやったらあの湯たんぽもまだしてるねんけど、ようわからんよね、全然寒いなとかも思うし。あ、Dアップのチェリーブラウンマスカラ軽くだけしときます。あ、なんで化粧してるかっていうと、今日はね編集をやらないといけなくって、編集を今日は頑張る日にしてて、そうだから化粧してるっていうか、違うね、家でやるんやったら別に化粧はしやんねんけど、いやでもなんか家でやる時もその家におる時も着替えてメイクしてとかってやると、やっぱりさ気分が違うんやって、そういう波動になるっていうのをさ言ってたからさ、自分でも波動を上げていかなあかんなと思ってやったことあんねんけど、一日だけやった、もうそっから向きにも特に着替えず編集してたんやけど、なんかねですよね。そう、家におっても着替えて可愛くしてメイクもしてやるのがいいらしい、とその近くのさコンビニ行くとかさスーパー行くとかそういう時でも、そこに合わせた服装っていうのを、そうでなくってこうお出かけする時の服装にするといいよっていうのを聞いてんねんけど、できひんよね、なかなか。全然パジャマで行ったりするしね全然パジャマで行ったりするし、そう、1日だけやったもん、できた、そっからはできひん、やっぱ無理やと思って、ナーズのめっちゃ前昔のやつ、このオレンジを使おうと思う、真ん中の下の真ん中、最近チークするようになったわ、また、これで OK と思う。え、ほんで違うね、今日はちょっと気分を変えて外でね編集をしようと思って化粧をしました。はい、そういうこと、ちょっと外で今日はしようかなと思って、充電がなくなるまで外でして、で、化粧水がなくなって、クレンジングもなくなって、保湿クリームもなくなったんですよ。で、買おうと思ってたんやけど、なんか欲しいものがあってなかなかそっちに回されへんなと思って、
そうだからなんか手作りしようと思ってクレンジングもないんよ。クレンジングも毎日手作りっていうかココナッツオイルとエッセンシャルオイルでってやってて、クリームは作ったんですよ。保湿クリームは作って割といい感じで、あと作りたいのが化粧水と、毎日クレンジングはこうやって自分の手で作ってるからもうボトルで置いときたいなって思ってるのと、あと丹田クリーム、お腹に塗るお腹ポカポカクリームみたいなのがあるんですけど、それもエッセンシャルオイルで作れるので、それも作ってこうお腹を温めるとか、足首とかこの、足首とかかな、足が冷たい時、足が冷たいなって感じる時にやったりとかするのをやろうかな、作ろうかなと思ってて、なんかオイルがこのプラスチックを溶かすから、ガラスの瓶とかそういうのを用意しないといけないんですけど、そうガラスの瓶をねちょっと用意したいなと思ってて、それもさセリアにさウェックってあるやん、ウェックあれをさ探しに行ってんねんけどさ、全然私が行ってるセリアになくって、どこのセリアやったらあるんって感じ。そう、それも探しに行きたいしって感じで、行動をちょっと今日は車もあることやし、ちょっと行動をする日にしようかなと思って、やる気がないなりにね、やる気がないなりに、なんかこうだるいなーって、やる気がないなーって、そういう日やねんけど、それをどうにかできひんかなと思って気分変えようかなみたいな。家でやっててもねきっとねこう集中力持たないんですよ、だるくって集中力が切れるんですよ、持たへんから、ちょっと外でやってみようかなって、太陽出てないねんけど太陽のところでやってみようかなとか思ってます。太陽に当たることを朝散歩したりとか、太陽に当たることが大事かなって自分の中で思ってて、そういう生活を心がけることでこう整ってくるかなって思ってんねんけど、でもそれもなんかこう頑張りすぎたら頑張ってあげるもんでもないかなとか思ってて、頑張りすぎたら後でまたきっと反動が来るやろうなって思うから、でもまあまあまあそのいつかはねきっとまた気分が上がってきたりやる気が出てきたりっていうのがあると思うねんけど、それをなんかこう無理に作るんじゃなくて自然に始まるのを待ちたいなって思っていて、 何にせよこう頑張りすぎるのが良くないなと思うから、とりあえずなんかこう気分が乗らない日とかはこんな風に過ごしてますみたいな Vlog にできたらなって思います。いや、あるのよ、全然家でゴロッゴロしててずっとソファーで寝てるとかもあるんですよ。編集しようかなって iPad 開きました、ちょっとやってあって言って違うことして、でまた戻ってきてあってまたゴローンみたいなのとか全然あるんやけどね、全然あるねんけど、今日はただちょっともう編集をしないといけないっていう日で、今日は動画を上げましょうねって自分の中で思ってるのね。だから今日は上げるわね今日上げたいからやらなあかんから、ちょっと気分を変えて外で
編集してみようかなって、充電が持つまでね、そう、そういうのもしてみようかなと思います。天気が良くないねんけどね、雨やったら行かへんねんけど、じゃあ晴れてたのよさっきまで。でも雨は降らんって言ってたんやけど、雨雲が近づいていますになってる。うん、多分大丈夫、大丈夫っぽいから行こうと思います。よかったら見てね。よかったら見て。あ、でもこういうさ、どんよりしたとかそういうのを見ると自分もどんよりしちゃうって方は全然見なくて大丈夫です。そう、釣られちゃうわとかいう方はもう全然見なくて大丈夫です。見てくださる方だけ、見れるよっていう方だけ見てね。では行きます。今さ外出た、雨降ってたんやけどどうする、はーって感じなんですけど、雨降ってた、行こうと思ったのに、やる気出して行こうと思ったのに雨降ってました。はあ、どうしましょうか。どうする、なんかさ、ミネラルもさ入れてさ用意までしたのにさ雨降ってたんやけど、まあ家こんだけくらいからな、どうしようか、はあ、以上、どうしましょうか。またソファーと友達や、やる気出したのにな、家で編集する、そうしようか。雨降ってるよ、とりあえず雨は止んでる、止んだので、先にねシェリアを回ったりしよっかなって思いました、って思いました2回言ったけど、シェリアとかをまず回ろうかなって思うねんけど、でもさ大体10時やんな、まだオープンしてないねんな、 その問題もある、どうしよう。なんかさ、カフェ行くとかスタバ行くとかって思ってもさ、なんか違うねんなって感じやねん、残念ながら。どうしようか。とりあえずセリア、大きい店舗のセリアに行ってみようかなと思ってて、そこに目指していこうかな。で、開いたら入るみたいにしようかと思います、ね、では行ってみたいと思います。着いたけど、他のお店、モールで他のお店は開いてるっぽいので、あ、シャトレーザーあるので、いろいろお店入ってみたいと思います。
行ってきました。行ってきました。ウェッグは置いてなかった。でもちょっとこれを買ってみました。これでできるんかどうかはちょっとわからんねんけど、三脚がねネジが緩んでしまってて、ほら粉なのこういう感じで、ここは強いねんけど、でネジでいけるかなと思って買ってみてんけど、どれがいけるかどうかわからんねんな。でもさ、なんか新しいの買うのもったいないしさ、家にあったネジでやってみてんけど、これちっちゃすぎるわ。良くないね。こうだってんの、いや緩いもの、うんともすんとも動かんねんけど、失敗かなこれも。これは緩いわ。もうこれも失敗やん。だって全然回らんもん。ゆるゆるこれゆるまるだけ。はい失敗、もういよいよ。新しいの買い直さなあかんかな。ここだけがねゆるくて、ここはあとはほらこれがこういう感じで緩いのよ。これはね、ほら押さないとって感じなんだけど、ここだけ緩くって、ここだけこうやってやっててもビーンってなんの、それがめっちゃ嫌で、最近これ使えてないんですよ。カメラとかもさガチャーンって落ちちゃうから、そうできてないな。使ってきてたんだけどね、分かんなってなって、はい、ってことで全然お日様出てこないんですけど、100均セリア行ったけど見つからず、あドライバーあるわと思って買ってみたけどネジ合わず、誰かこのマンフロットの三脚のネジ締め分かる人いたら教えてください。無理でした私も。調べてね T6 とか T8 のネジのやつがいいんじゃないかって書いてあったんやけど、その T6、T8 ってまあこれ書いてなかったんやけど、これでいけるかなと思って買ったらいけませんでした。家にあるチャンのネジのやつでやったけど、それも無理やったから、どれが合うか分からへんの。はぁ、なんかさその100均開くまでにさペットを置いてたからさ、ペットショップ行っててんけど、めっちゃ種類いてびっくりした。可愛かった。触ってはない、抱っこはしてないけどね、可愛かった。いろんなのがいて、なんかさ今ドトールでさあれやねんな、クラムチャウダー出てるんやんな、美味しいってなんか見てんけど、とりあえずまだ飲まんかったけど、
まださ、朝からさ、何にも取ってなくって、水分取ったけど、水しか取ってないから。よし。なんか午前中は何も、なるだけね、なるだけなんか午前中にお腹に何も入れないようにしようって思ってて、なんでとりあえず編集しにどっか公園行きます。曇ってるけどね、行こう。着きました。風が強いです太陽なんて全然出てない。やっとね、この机のある公園を見つけまして、ここで編集をしたいと思います。ここで終わらせて、 Wi-Fi はないので家に帰って、音楽つけたりアップロードしたりはしようかなと思います。とりあえず編集やっとこさやりますね。はい、いろいろ公園なんか歩き回ったわ。なんかベンチはあるねんけど机がなくって、今からやります。最近さ、その目が疲れるからさ、もうブルーライトカットのメガネは絶対するようにしてて、なんか 目の疲れとかもきっとあるねんな、体がだるいとかさ、寒い、鼻水出てくる。家でやった方がいい気候やけど、もう出てきたしやりますわ。パパパッとパパパッと仕上げます。集中力が持ちますようにって感じ。
やっぱり寒かったので退散します。でアイス飲む。これさ、パック硬いのにね、アイスしかなかった。大好きなスイートミルクコーヒーです。本当に好き、これ美味しい。高リスクなのでエキストラバニラとエキストラホワイトとか海で頼みました。このさ、色合いとかも可愛い。なんかそこもさ、めちゃめちゃ空いてたんやけど寒い。じゃあチリチリ飲みながらやります。なんか新しいさ、期間限定のやつが出てるからさ、スイートコーヒーなくなるんかなと思って、なくならなかったんで嬉しい。なんかずっと定番化してほしいなと思ってるくらい好き。あんまり編集終わりました。太陽はね出てきたんやけど、でもやっぱり寒いまま、風が強いね今日は。全部飲みきらんかった。頑張った頑張った。帰ってアップロードしたいと思います。よいしょ、よっこらしょ。帰りました、帰りましたよ。よいしょ、はあ、疲れたね、疲れたわ。今は5時前って感じです。スタバで頼んだけど飲んでないし、全部何も食べてないから、なんかすくってやつです。欲しいもでも食べようかな。芋好きやねん、欲しい芋好きやねん。チーム大好き。欲しいもん。
なんか今年はインスタで見つけたとこでも買ってたんですけど、これでこうまた、うん、5月のやつでとりあえず終了って言ってた。また多分時期が来たらやってくれるんかな。全然さ、止まらなくなるよね。なんで、帰ってきたので、BGM つけてアップロードしたいと思います。なんやかんやでさ、今日できてよかったわ。うん、できてよかった。なんかめっちゃさ、気持ち的にしんどかったからさ、できひんかなとか思っててんけど、できましたね。いやもうこういう時はもう自分に大拍手って感じ。あとはさ、なんかご飯の用意とかあるねんけど、どうするって感じよね、いつも。でもまあ、アップロードしてサムネ作って、概要欄作って、で YouTube の方にアップロードするやん。でいろいろさ設定するやん。んでそれができたら、だいたいいつもやったらご飯作んねんけど、もうなんかこういう何もやりたくない、しんどいみたいな、だるいみたいな日でも編集頑張ったってなったら、そこでなんかこうピツンとさ、なんか切れちゃう時もあるね。結構もう今日はもうこれ頑張ったからいいやって自分でもう切る時もあるし、まあそれでもそのご飯作るところまでこうエネルギーが持つこともあるねんな。もうその時はもうほんまになんかご飯炊いて焼いた、魚焼いたとか、それだけでももうほんまにすごいって思う自分で。でもさ、これさ2人やからマジでさ、ほんまに適当でもいけるし、ちゃんはなんかそういうご飯を私が作ってなくてもガヤガヤワヤワ言わん人やから、ほんまに恵まれてるなって思うねんけど、こう言う人やったら大変やなと思って。そう、子供がいたりしてもさ、子供の分は絶対にそんな作らなあかんや。あとさ、そんな毎回ってか、しんどいな今日は、あもうしんどいなってなってるたんびにさ、外食もさ、まださ2人でやったらさ、2人とも稼いでてみたいな感じになるけどさ、ねえ子供がおったらさ、もっとお金かかるしさ、無理やん。そうで、明日さちゃんお休みやからお出かけするんですよ。明日はもう決まってるから、絶対に朝昼晩のどれかは絶対、どれかもしくは どれとどこかは絶対外でご飯を食べることになると思うのね。だからあ今日は作っとかなあかんかなって思うねんけど、ねえ何しようみたいな感じよね。あどうする、考えるところから始まるねんな。丼系にする？親子丼とかにする？でもなんか最近さ、親子丼もさ、自分の納得いく親子丼ができひんくってさ、でももし今日ちゃんさ
あの出張行ってるやん。で帰る頃にまた駅に迎えに行ってって感じやねんけど、多分ちゃんはねきっとねご飯食べに行くと思ってると思うね。いつもの私の感じやったら今日は編集しなあかん日って伝えてるし、絶対ご飯作ってないやろうなってもう思ってると思うねんな。でも今日はご飯作ったでって言ったら多分びっくりすると思うね。別にびっくりさそうとかそういう気持ちはないねんけど、あでもきっとすごいって思ってもらえると思うハードルが低いからね、うちの場合ハードルが低いから、もうご飯用意してるだけで素晴らしいみたいな感じよ。うん、あれ買いに行かなあかんな、何やったっけ、グリセリンとか精製水とか後で買いに行きます。またちょっととりあえず仕上げまーすうん、洗濯済みの山皆さん、ただいま7時15分、ちゃんを迎えに行かないといけません。なので今ご飯がまだできていません。結局かーい。なんかあ、これ言い訳タイムなんですけど、その YouTube にアップは終わったんですけど、そのこれからね、このビデオを撮る際にSD カードの容量がないから、あの iPad にあるその容量をこっちの Mac に移すっていう作業をしてて、でここのカメラに入ってるこの SD カードの容量を iPad に移す、編集するために移すっていう作業をしてたんですけど、これがねめちゃめちゃ時間かかるんですよ。これがほんまに時間食うの。 iPad の方のやつをこう移して、でここに入ってる SD カードのやつを iPad に移して、ほんでまだできてなくって、ちゃんからなんか新幹線降りたってなって、なんか串カツ食べたいなってちゃんが LINE してきたから、今日は串カツを食べに行くんかなと思って、そのままこの iPad の容量とかを続行してたのね。でどこにあんの串カツって聞いたら、いやさっきの駅で見ただけやからないかもみたいな、どこにあるんかはわからんみたいな、ってことはご飯いるってことみたいになって、でももう手遅れ。とりあえず、洗濯物の山もまだできてないし、ご飯もできてないし、で SD カードからのこの容量を移すっていうこともできてなくって、このあとどこまで撮れるかわからんっていう感じ。なんか一応消す削除みたいなのをやってるけど、多分 SD カードの大元からは消えてない、容量は多分増えてないと思うのね。一時的に消してるだけやから、こう初期化をすれば容量戻ると思うねんけど、この SD カードのやつが全部 iPad に移せてないから初期化ができないのよね。っていう感じで、とりあえずもうちゃんを迎えに行かないとっていう感じです。駅までね行こっか、トイレ行って行きます。じゃあ、生きてないようだからいろいろなので、まあちゃんの反応を皆さんお楽しみにしていてください結局できてません、はい、着きました、間に合いました。ちゃんが来るまであとちょっと待ちたいと思います。なんていう反応するやろうね。でも多分ちゃんは分かってると思うねご飯がないっていうことは悲しいかな、分かってると思う、うんうん、よくあるパターンっていうか、
そう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 、作ってる方が珍しいって感じよ。期待ゼロって感じです。全然来ないですけど、この前さ、せっかく V3 行ったのにさ、またカトコリやわ。カトコリすごい、前までなんか治ってたのに、カトコリすごいです。なんか全然来ないんですけど、どういうこと？間違ってる？合ってるよな。最寄り駅が2個あるから、どっちに来るかなって感じ。電話してみますね。全然来ない。どうなってる？どうなってる？今着いたけど。うん。うん、今着いたけど。うん。遅れてたん？うん、普通に遅れてたな。あ、そうなん。うん。朝のとこらへん。はーい。遅れてたらしいです。肩こりやばい。次お給料入ったらそこを回数券買って行きますわ。 V3 しに。あ、来た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 。え、ちょっと何？ご飯どうする？え、どうする？ご飯作った？え、メモリーカードやっぱりなくなった。うん。でもさ、明日もさ、多分外で食べるやろ。何だろう、帰って。あ、じゃあ家帰ろう。うん。なんかあれは冷やし中華は。あ、冷やし中華行く？うん。オッケー。サイゼリアでもいいけど。どっちがいい？どっちもどっちやな。どっちがいい？どっちでもいい。冷やし中華やったらどこ？大阪王将やろ。うん。あそこじゃん。あそこの、うん、だってあそこ駐車場ないやろ。え、どこ？レッツゴーします一人で帰ってきましたというのも、ちゃんとご飯を食べに行ったんですが、王将に行ってね、大阪王将に行って、なんか、あれ、ちょっと待ってね、今ズーム聞いてて、いや、結果どうなったか、
冷やし中華を食べに行って、冷やし中華ありますとかって書いてあったんやけど、入って店員さんに聞いたらメニューになくってね、ないって言われて、えってなって、ちゃんはあの冷やし中華を食べに行ってるもんやから、もう口が冷やし中華になってて、なんかとりあえず餃子とビールとみたいなだけ注文して、まあ、2軒目に行くぞみたいな感じで2軒目を探しててんけど、私はまあお腹いっぱいで、ちゃんは求めてるなんか居酒屋さんが近くになくって、でまあ多分飲み足りないんでしょうね。だからなんか電車乗って行ってきたらみたいな言ってたら、なんか同期の人とあの飲みに行けることになったみたいで、同期の人に電話したらいいよみたいな感じやったらしくって、同期の方と今飲みに行ってます。その場所まで送って私は今帰ってきました。なのでまた飲み終わって食べ終わった頃に多分連絡があるので迎えに行こうかなと思ってます。はい、楽しんできてもらえればなと思います。私は、一人で、今日はゆっくりお風呂に今から浸かろうかなと思います。肩こりもひどいし、ズームが終わったらお風呂入ろうと思います。ていうか今から沸かしときます。今日はなんかこれ何のビデオみたいになってると思うんですけど、まあぐうたらして、まあ、サボってご飯もサボってみたいな、今やる気のない最近の私でした。はい、最後まで見てくださった方ありがとう。こんな感じでサボったりしてます。でも今日は編集して YouTube 上げたからもう OK と思ってます。ゆるゆるに生きてます。じゃあね、おやすみ、バイバーイ、ありがとうね。